ノアが膝の間から抜け出し、立ち上がる。その間に、俺はズボンを上げた <laughs>。なんか、天使を怪我したつもりなのに、こっちが怪我された気分になったわ <laughs> あ。あの、ありがとう。あ、なんか分かったか天使として格一つ上がったかそんぐらいの成果見せてくんないと、こっちだって怪我された気持ちは払拭できねえんだからな。僕のわがままを聞いてくれて、いや、ただのわがままでもないんだけれど。どういたしまして。って、こんなことで礼を言われるのも妙な気分だ。普通逆だもんな <laughs>。 男側がもう必死に懇願して、まんこ見せてまんこ見せてって言って、女の子がしょうがないな。でも嫌だけどねって言いながら見せてくれるみたいな、そんな感じなんだけどね。逆だと全然興奮しねえな。<laughs> よくよく考えてみれば、むしろ逮捕されてもおかしくない案件なのに。あの、どうかこのことはご内密に。<laughs> 言えねえよ、ノアも。<laughs> もうこのことが第三者にバレた時は友倒れだね。一緒に墓まで行こうな。もしあまねにでも知られたら、ド変態とか言われて、軽蔑されかねない。<laughs> それ謎。<laughs> こいつがいけないんだけどな <laughs> わ。わかってる。見せてもらった経緯を考えれば、僕も似たような立場になるからね。そこまで冷静に物事を考えられる人間ばカかじゃないやで、この世は。<laughs> 男が痛いたいけな少女を目の前にチンコを出したという事実だけが明るみに出て、それ以外は何もかも無視されるんだから。ああ、それは確かに。そこをあっさり認められ 僕としては不服なんだが。うん、お前が見たいって言ったのがことの発端なんだから、八人でお前だろ。<laughs> なんで八のお前が不服なんだよ。だけど、うん、行き過ぎたところがあったことは認める、うん。そもそも僕はどうしてこんな。あ、そうだ。逆なんだ。そのせいで、ちょっと冷静さを欠いてしまった。お、やめろ。なんか八の分際で、七三もしくは六人まで持ち込もうとしてやがる。<laughs> 全然主人公悪くないと思うけどね。まあ、若干愚かな部分あったけど。とはいえ、君も覚悟を決めて僕に見せてくれたんだ。ちゃんと活かせる方法を考えてみるよ。いや、助かるね、それは。でもどういうふうに <laughs>。活かすって何 <laughs> よろしく頼む。うん。僕は部屋に戻って頭を冷やしてくる。では。ノアはそうう言ってて床をすり抜けて1階に向かう <laughs> 階段使えよ <laughs>。 <laughs> お前もう知らぬ気ノアちゃんっていう三人目の子供なんだからちゃんと人間ムーブしてくんないと同居しているのアだが家に余ってる部屋はなく一階の客まで寝起きしているあ、そうなんだこんだけ広い家だし空き部屋の一つや二つあるかと思ったのに和室なんだがそれに関して特に不満を漏らす様子もない天使が和室 <laughs> <laughs> なんかすごいな <laughs> あいつおかっぱじゃないよね。それにしても、後悔ってわけではないけど、なんかこう、恥ずかしさで体がムズムズするというか、そのムズムズをちょっと股間に集中させてほしいところだね。ああ、やっぱり見せたのはやりすぎだったかも。俺はなんであんな、とんでもないことをしてしまったんだ <laughs>。まあちょっと男の性欲がムラっと来てしまったのかな惜しいね。あの場面で勃起できないの惜しいね。一人になった俺は、今までに感じたことのないような羞恥心から、ベッドの上でジタバタともだい続けた <laughs>。 最後この好きなサッカー部の先輩に、ラブレーター渡したけど返事がもらえなくて、自分の部屋で、悶々としてる女の子みたいな。野 <laughs> 郎がやっても可愛くねえんだよ、それ。お、アナザービュー。これはもちろん。でしょうね。<laughs> なんか本当に嫌だ。和室で天使ってよくわからないもん。<laughs> あ、いよいよ、和室界隈になってきたよ。<laughs> 和室界隈に光が見えたぞ。<laughs> 遅くね、お前。<laughs> なんで今更なんだよ <laughs>。それ、チンコ見せる前にやってくんないかな。天使なのに、リの、おちんちんを見ただけじゃなく、よもや触れてしまうだなんて。大きな声で言わないでほしいな <laughs>。おい、正直におちんちんで書くな <laughs>。その正直に二度と触りたくなくなるだろうが。ふにゃんふにゃんだった。これがおちんちん。 いや、あれ、おちんちんっていう風に、ノアの中で固定観念生まれちゃうのはどうかと思うけどね。おちんちん2個ついたな。そして <laughs>、もう一番右の障子一生使いたくてない <laughs>。本には載ってない。勃起してない、おちんちん。<laughs> 左にまで <laughs> え、もう真ん中の1枚しか障子使えなくなっちゃってちゃう <laughs>。このスペース的にあと2回おちんちん言うのかな、ノアは。なんかやだな、先の展開読むのは。 なんかよくわかんないおぞましいオーラまで出始めたな <laughs>。あと2回おちんち言えよ、お前 <laughs>。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ